かぶ取りましたはい、皆さんこんにちは。自分で食べるのは自分で取りたいみかんもやです。今回も庭が絶望的に狭いので、ペットボトルで小カブを育ててみました。意外と簡単にかつ美味しくできたので、ぜひ最後まで見ていってください。使うペットボトルの容器は秘密の間が隠されてます。ぜひ別動画の容器の作り方をチェックしてみてください。そして今回は2種類の土を使ってます。手前がアイリスオーヤマの培養土、奥がめっちゃ高い手島のナイアの土です。果たして土で野菜に違いはできるのか実験でございます。ということで軽く掘って、適当に種をまいていきます。4、5粒ずつぐらいまいております。そしたら、薄く土をかぶせて、水をたっぷりあげて、種まき完了です。立派に育ってほしいです。6日後、早速発芽しました。こっち側は芽が出たので、こっち側はちょっと遅いです。土の差がありますね。こっち側の奥側は全部発芽してるんですけど、手前はやっと発芽したかなぐらいで、ちょっと遅いですね。7日後、台風で結構やられたんで、一本仕立てにしました。順調です。4日後、成長期。一本立ちしてから成長が著しいです。綺麗に成長してます。本当虫もそんなにやられてる感じじゃない。土の差がちょっとあるかな。高い土の方が気持ち育ってる感じはします。もうすぐ収穫できそうだな。さらに5日後、小株の様子です。まだまだ成長期です。結構大きくなったな。なんだな。結構大きくなった。でもやっぱ外側の土の方が、なんか株っぽいのがいる。かわいい。折れてる。なんで。大きくなったな。早いな。ちょっと株っぽいのがいるね。やっぱちょっと奥側の方が少しでかい。また5日後、成長が早いです。小株はかなり成長しています。もうちょっと球体になりつつある感じですね。虫食いもね、少ないんだよね。この銀色のこれがちょっと調子が、効果が出てるのか。虫もそんなについてません。普通だったらね、この辺にこうね、芋虫がうようよいたりするんだけど、ハモグリバエがちょっといるぐらいで、健康的ないい緑色、これは期待できる。6日後、あまり虫はあんまりついてなかったんですけど、まあ、あの予防的な意味を込めて、あの天然成分でできてる殺虫剤みたいのを軽く撒いてみました。9日後、小株大体45から50日で収穫の目安らしいので、そろそろいける感じです。もう育ってます。タイミングを見計らってます。もういよいよかな。あと好きなタイミングで収穫しても良さそうだな。ここまで来るとね、毎日ねそわそわします。8日後、ちょっとね日の当たりが少し気になったので、ちょっと一回結束バンドを取って、ひな壇にして、
手前側に日の光がしっかり当たるようにしました。でこういうところもねペットボトル栽培のいいところですね。翌日いよいよ収穫です。ちょっと抜いてみて。すげえすげえ。すごいね。お、すげえじゃん。すごいね。株価益、株取りました。これ取りました。俺が取ったんだけど。どう？こんな感じだ。こんな感じ。可愛くていいね。おお。これすげえいいじゃん。うん。やつもうさっきよりも気持ち小さいね。こっちが高い土の方でこっちが安い土の方。そう、まあそんな変わんないけど若干大きさが違うねやっぱね。場所代をですね、払うのを忘れてたので年貢を納めにこれから行ってきます。実はこれを育てていたエリアがですね、しょうがねえな、実家のエリアになってまして、これ今場所代よこせと言われたのでですね、小株2つ納品させていただきました。味噌汁にして、食べられたそうです。よかったです。一回ちょっとここで切っちゃうからね。ここでいっちゃう？いや、見た目綺麗に切りましょう。はい、これで。イエーイ、はい、あとは一緒だから。あとぶっ込むだけ。なんか甘い、ね、甘い。甘いよね。この株すごい甘いわ。全然お味噌汁しなくてもこの本でも食べれる。甘い。甘いね。じゃあお味噌汁いただきまーす。うまそうじゃん、株。どうですか。多分もうだって全然だしも何でも入れてない時から美味しかったもん、カブ自体が。どう、美味しい？大根よりもさとろってするよね。なんかじゃがいもと大根のありの子みたいな感じじゃない？うん、そうだね。カブ、うん、あんま食わないからさ。うん、そうね、うん。うまい。うん。うまいね。おいしい。うん、最高。うまい。うん、甘いし。もう一回できんね、うん、もう一回やろう、うん、生のカレー甘いということでペットボトル小株大成功、みんなで美味しく食べられて幸せでした。自然の恵みに感謝です。ありがとう。土の差はそんなに出ず、どっちも甘くてとろける小株になってました。ペットボトル栽培は家庭菜園が興味あるけど場所がないとかって人にも特におすすめです。ぜひやってみてください。それでは今回の動画は以上です。バイバーイ、また見てください。